缶ビールを開けるものです。さあ、仕事帰り、はい、このプシュッという瞬間がたまらないですよね。失礼します。缶ビール、いい音がしますね。本当に飲みたいです。いつもだったらこのままいただきますと、ごくっと飲んでらっしゃるかと思うんですが、そこはお願いです。ちょっと待ってください。ほんとちょっとでいいです。なんでかっていうと、このビールアーガーにこの缶ビールを取り付けるのがちょっとでいいからです。何秒ぐらいだと思いますか？多分1秒もかかっていないかと思います。これぐらいだったら我慢できますよね。あとはグラスに注ぐだけです。このまま片付けて入れると液体を入れることができます。ただこれ液体を入れるのなんてご自宅で皆さんやってらっしゃいますよね。皆さんが見たいのはこの次ですよね。早速キメの細かい泡を入れてまいりましょう。キメの細かい泡を入れるポイントとしましては、ここのレバーです。この横についているレバーを押して片付けて押すことによって、この中にあるモーターが回転します。このモーターの回転数がすごく絶妙なんですね。あまり速いと泡が戻ってしまったりと、大変重要なポイントになっています。このレバーを押して片付けるだけでキメの細かい泡を入れることができます。皆さん、ぜひ表面もなんですけれども、この社会でもご注目ください。社会は本当に綺麗です。それではいきます。まずはレバーを押します。そして傾けて入れます。どうですか？よいしょ。このキメの細かさ見てください。しかもこんなにもぷっくりと入れることができます。そうです、これキメが細かいからこそここまでびっくりと入れることができるんです。まさに生ビールかのように缶ビールを飲むことができます。実際に発売されておりまして、私も使っているんですけれども、ビールをよく飲む方であればこの違いは大きな差だと思います。ぜひこちら近づいてですね、ご覧ください。さて、今ここではビールアワーをご覧いただきましたが、続きましてもう一つ